はい、よろししくお願いしますす、えー、トヨタです皆さん、だいぶあのお昼も近くなって疲れてると思うんですけれども、10分だけですね宣伝の時間をいただければと思います。はいえー、タイトルの通りですねユーザーコミュニティ活動のご紹介ということで、えー、っと今、ですね、あのー、ちょっと話を始める前になんですけれども、上手ビッグデータという支部がございまして。あのーまあ、本当に第1回 まあこれからどうなるかわからないんですけどあのクイックサイトはそこにまあ曲がりする形で分科会と名乗っておりますなのであのビッグデータ支部のイベントの中で分科会があー開催されるというようなイメージを持っていただければと思いますであの遅くなりましたけども私あの先ほどご紹介いただきました豊田と申しますまあ時間も限られてますのであんまりあの中は <laughs>。 あの控えようと思うんですけども、ディップ株式会社というところで、あのデータのまあソリューションを。担当しておるものでございます。はいで、えっ、ー、と同様にですね。あのコミュニティの立ち上げのメンバーとしてですね。あの今日登壇いただいているのがこう。福上さんとえにいます。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とすいません。ちょっと急遽登壇という形なので、資料は？ ないのでちょっと口頭での自己紹介になりますが株式会社コスモスイニシアの福上と申します。私はあの不動産デベロッパーという形であの実はちょっと IT というか DX とかになかなかなじみないえと会社ではございますがまああの社内では DX 推進という形でマインがありましてまあクイックサイトまあ AWS 様とお付き合いがありましてえと今度はび運営メンバーとしてえ参加させていただいておりますどうぞよろししくお願いいたします。 はいでは早速ですね、アジェンダを出しますと、まあ、10分なんでかなりシンプルです、あのコミュニティですね、立ち上げの目的を少しあのご説明した後にですね、えー、と実はあの先月、第1回をあの開催しまして、ですねイベントを開催しまして、そちらの,あのご報告と、あとお願いということで、あの今日含めてですね、あの勧誘をさせていただければと思っておりますので、あのぜひあのお付き合いくださいという感じです。で えとクイックサイトユーザーコミュニティの目的と大々的に立ち上げましたけれどもあの今日この本日来ていらっしゃる方々もうこれ、この書いてるのと同じ気持ちを持たれている方多いんじゃないかなと思います、えー、とまずですねクイックサイト、えー、と広くユーザーが使えるツールですので、まあ、BI ツールとしても非常にまあ安価であの優れているものというふうに我々はユーザーとして思ってますなので、まあ、クイックサイトもっとよく知ってほしいという思い あと、データをですね扱うっていうケースってなかなかやっぱりあの浸透しづらいというところもあってまあまあ社内に浸透しづらいとかですねマネタイズしづらいというのもある,あると思うんですけれどもまあそれをですねビジネスの,その上で使われているそのユースケースというのを広くですね共有し合ってビジネス価値をビジネス価値に変えるきっかけにまあそれぞれあのし,ていたしていければいいなと思ってますと。 で、えっと、3つ目、これが重要なんですけれども AWS、まあ、あさんすごくあの毎日毎日こうアップデートしていただいてですねクイックサイトあのかなり使いやすくなっているんですけれども、まあ、ユーザーが実際使ってみてあのこういうふうにやったらめちゃめちゃやっぱり使いやすいよみたいなところってやっぱりユーザー同士じゃないとあの気づかないことっていうのがあると思うんであのでユーザー目線でですね情報共有ができる場。 があのユーザー自身が作れればいいなと思ってまして、えー、とこの,あのコミュニティの発足に至りましたという感じでございますとでです、ねまあ、第1回やってきました、はい、で5名で登壇しましてですねあのもちろんあの福上さんと私も出ましたがあの今日来ていただいているミノルズさんという方もあの登壇いただきましたと。でまあけ ででですすねね伊藤さんです、ね、あの司会いただいている伊藤さんもあのアップデートに関してですね最新情報をあのご説明いただきましたという形ですね実際来たのが100名ぐらいですねオンラインで開催したんですけども100名ぐらいあの <laughs> ひっきりなしにこう見ていただいてちなみにこれ見たっていう人あ,そうあ,あ,ありがとうございます。 結構いらっしゃいますね。あ、ありがとうございます。なんか私の不慣れな視界とかもちょっと見てみただいなのかなと思うので、<laughs> あのもし見てない方のもそういうのも楽しみにちょっと気楽に見ていただければなと思います。はいそ。そんな感じですね。あの本当にこうインフルエンサーとしてこう立ち回ってる方とかもそうですし、バックエンドでエンジニアでエンジニアリングされてるまあクイックサイトを使うためにこうですねあのコード書いてでそれで。 あのデプロイしてみたいなことをや,やられている方もですねあの幅広いくです、ね、テーマを持ってあの発表できる場ですので、まあ、いろんな方にあの刺さる内容なんじゃないかなと思う第1回目でしたという感じです非常にあのアンケートも好評で,でして良、ねえー、かったなと思ってますで一応コンパスの方にですねこのイベントの,あの情報とかもあるんでああこういうことやってるんやみたいなのはちょっとこれで見ていただければと思いますという感じです で動画でもあの前編アーカイブありますんでこれちょっと失敗したのがあの QR コードを書いてないんですけどすみませんあの写真で撮っておいてください。より詳しいプロフィールは、まあ、知りたくないかもしれないですけどあの私とあの福富さんのプロフィールもあの説明してますのでぜひよろしくお願いしますという感じです。で次、えー、2023年の11月に 開催予定ですで9月にはですねあのビッグデータの支部の,あの発表もありますので、まあ、2ヶ月おきで実施しますということでえー、っと予定しておりますあのご興味ある方はぜひ情報をキャッチしていただければと思いますコンパスで多分また発表すると思いますという感じですでこからお願いです、えー、運営メンバーと登壇者随時募集してます本当2人だけでやってるんでちょっと心細いというかですね <laughs> 次のテーマどうするんやみたいな感じになっているのであのぜひともですねあの登壇したいともう5分でも1分でも5分でも10分でも全然大丈夫です1時間話したいという方もぜひです、ね、あの登壇あの,あの希望を聞かせてください。 で運営メンバーに関してはですね私たちと一緒にですねまあフェイス o ックのですねメッセンジャーとかを主に使ってですねこう次あやろうこうやろうみたいなことを話してますんででビッグデータのあの上手の方とも一緒にですねあのこうした方がいいよみたいなアドバイスいただきながらですねやっていこうかなと思ってますまあ、かなりまあ、立ち上げ当初なんで緩いので <laughs> あの緩いうちにですねぜひ <laughs> 一緒にやっていただければなと思いますあの皆さんの。 ご参加お待ちしておりますので、えー、ぜひともよろしくお願いいたしますはい、宣伝は以上になりますありがとうございましたありがとうございました